皆様まずは登録者31万人ありがとうございます。あ、またこれからとね言われると思いますがね、今年もやります。と今回はいつもと全く違います。新しく変えていこうかなと思いました。登録者31万人といえばこちら、宮古島中古車の値段やっぱりねっつってね、流行ってはないんですけどね、いくらまで行くのかっていうコーナーになってます。さらにこちら、なんか爪痕残ってて草。いやこれね、僕の登録者が更新されるたんびにみんなが一斉に宮古島って検索するから、検索候補の一番上に上がってたんですよ。宮古島スペース中古車っつって、宮古島の人もびっくりやで。これ最後にこちら、何も貼ってないけど採用される、厚かましいなこいつ。以上、ここまでチャンネル登録者が多くなるともはやチャンネル登録するのが当たり前のように思い始め、視聴者への感謝やありがたみを忘れた、たっくそのだからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。黙れよ、めっちゃ感謝してますから。名前いじる舞台1号って、なんか最近こんな感じの人増えまして、このタック TV を褒めるぞって、これ面白いんでよかったら見てみてください。例えばタック TV の褒め方さん、タックってお前黙ってたらかっこいいのになの逆バージョンだよねってね、これほぼ悪口なんですけどね。なんか最近更新されてないんでね、みんな煽って更新させてください。皆さん31万人ありがとうございました。おピピピピピピ、全国の友さんこんばんは。深夜の放送部の TAKKU タクです。繰り返しになりますけど雨やばかったですね。うちの付近もすねぐらいまで水が来て本当に怖かったです。今日には福岡もう大丈夫なんですが、まあ他県ではまだすごいみたいなんで十分に注意してください。では本日日曜日は今週のオール的ニュース速報のお時間です。今週の気になったニュースを一気に紹介していきます。一つ目、ミヤネ屋また出現。6日出現報道番組ミヤネ屋でオウム真理教の麻原彰晃ら7人の死刑が執行された件について取り上げ、その最中のミヤネの発言に批判が起こっています。その発言というのが、いろんなところで災害が起きているのになんでずらさなかったのかなと、じゃあいつならいいんだと思わせるような発言を。これにネットでもお前らが勝手に報道してるんだろうが、テレビ局側の都合だろうが、何を言ってるんですかとごもっともない意見が飛んでいるということなんですが、本当に何を言ってるんでしょうね。大雨と執行って関係あるわけないですよね。今回7人が一度にっていうのは結構びっくりしましたけど、またなんか死刑制度についてもいろいろ他国から物申されてますが、宮根は安定に宮根ってたってことですね。お疲れ様です。2つ目、ハムスター虐待投稿、アホが騒ぐだけと反省なし。2日ネット上にハムスターに対しアイスやどら焼きなどを食べさせる様子をアップし炎上していた男なんですが、テレビ局が取材を行うことになり、さらに炎上しております。男は取材班に対し、アホな奴らがトンチンカン騒いでるだけで改めるつもりはないと発言。これにはトレンディーでおなじみ石田純一様もエスカレートしているだけと反対の声を飛ばしているということなんですが、じゃあこいつに段ボールに卵の殻に砂利食わせましょう。別に死にはしないんだからお前食えよって話ですよね。人間の身勝手を動物に押し付けるのは大罪やと思いますね。完全に歪んでるんじゃないかなと思います。最後でございます。3つ目、南アフリカでハンター炎上。3日、アメリカの女性ハンターが狩猟旅行の際、野生のキリンを狩猟したとポーズを取り写真を投稿したことで炎上しました。ネットでは胸が痛い、自己中心的な殺しだという声が相次いでおり、これに対し女ハンターは、射殺したのは南アフリカの亜種で希少種ではないので個体数は増加していると反論したということなんですが、個体数が増加してるから、あ、じゃあ人間の人口も増加してるんで死んでいくダメですかこれ。いやだって言ってるのそういうことですよね。キリンなんて全然凶暴じゃないですよね。だから生きるための狩猟っていうのがあっても、娯楽というかね、趣味の狩猟っていうのはやめた方がいいですよね。いいことがないですよね。なんかもう少し親身になって考えていただきたいものです。はい、ということで今回は以上でございます。気になったニュースへの感想をお待ちしております。はい、では今週週末30秒紹介しております。行ってみましょう。どうぞどうぞどうぞ。30秒紹介。本日紹介するのは、 YouTube にゲーム実況動画を投稿して一人で活動している三毛猫紳士チャンネル。グランドセフトオート5を主に実況しており、リスナー参加型の生配信もあり、踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らな損損をモットーに、どれだけアホになれるか日々 GTA をプレイ中です。 GTA 好きにはたまらないと思うんですが、動画がかなり長いので作業中や勉強中に流したい時なんてシチュエーションには持ってこいです。どれだけアホなのか確認してみてください。そんな三毛猫紳士チャンネルが気になった方、 GTA が好きな方はぜひ動画概要欄のリンクをチェックしてみてください。 GTA 新しいの出るってマジっすか。はい、というわけでご覧いただきました、三毛猫紳士チャンネルさん。気になったんですけど、 GTA ってまだオンラインいます？平日0人って聞いたんですけど、僕もちょっと気になるんで生放送お邪魔します。全然いないって聞いたんですけどね、そこもちょっと面白いところですかね。はい、というわけで、ではタクティビーでは30秒で紹介させていただける YouTuber 企業さん、アーティストさん募集中です。詳しくは動画概要欄のメールアドレスまでお問い合わせください。はい、というわけで1週間お疲れ様でした。引き続き大雨には警戒してください。絶対に山とか川とかには近づかないでください。では今週以上です。お疲れ様でした。おやすみ。